東京国際映画祭で作品を選んでおります矢田部です。最低、こちらは日本の作品です。アダルトビデオ業界を背景にした3人の女性の生き様の物語です。とてもチャレンジングな題材なんですけれども、正面からこの3人の女性を描いていく堂々たる女性映画であり、今年の日本映画を代表する人間ドラマだと、私は感じています。監督をしているのが是々敬久監督。彼はもともとはピンク映画出身ですけれども、非常に懐の深い監督で、あらゆる映画人から尊敬されている監督です。この作品の見どころはいろいろあると思うんですけれども、アダルトビデオ業界を背景にしているということで、セックスシーンは避けられないわけですよね。それらのシーンを是々監督はどのように切り取っていくか、そして難しい役柄に凛とした演技で臨まれた彼女たち3人の女優の演技力、そして存在感にも注目していただきたいと思います。